チッス、誰も知らない怪獣のこと、イカレタコスケです。とうとうマムタロットがやってきた。というわけでね、マスターランクマムタロットに、初見一発目、救援あり、一人お仲間ありという形で、もう何も考えずに突っ込んでみようという次第だ。なんかツイッターチロッと見てたら、雷聞かないみたいな不穏なツイートを一瞬見た気がしたが、きっと気のせいだろう。大丈夫だと思います。さあ、どうなるんですかね。なんかイベント関連も何もない。普通にイベントクエストにあったよ。普通に始まったぜ。おしっか。救援信、救難信号も発信。さあ、バリバリ楽しもうぜ。どこ、ここ、どうなってんすか？マップ？ここが閉じてるね。あ、やっぱ閉じてるわ、両方とも。最初のステージを完全封鎖。ってことは、クーラードインクいる。装備はね、雷双剣できています。さて、どうなる？そういえばマスターランクだから、あのコウモリもマスターランクになってんのかな？今のね、黄金コウモリも。最高ぜ。競争役飲んで。もう鬼人役グレートがあと1個しかないけど、いいだろう。さあ、マスターランク、マムタ、あれ背中に背負ってんね、一応ね。雷効かないって一瞬見えたから、ないのかなと思ったけど、一応あるね。しかもここ滑り放題じゃねえか。おったん、ちょっと動き見るか。いや、でもここまで普通のマムタロトだぞ。でも確かに背中が硬そうな状態だと効いてない感じあるね、雷はね。だからだいぶ少ないよ。10ダメージとかだよね。10ダメージちょっと少ない、確かにな。これ効くのか？おっと、このブレス健在。ああ、一撃、一瞬で落ちた。これやべえぞ、火力。これやばいぞ、火力多分。ガンランサーが一瞬で落ちたぞ。ちょっと待って。俺の装備って、防御力上げてあったっけ？やばいね、これね。ちょっと待って。お、そんなだったっけ？嘘だー。今のは普通のマムタルトでも俺死んでそうな気もするけど。ちょっと予想より、強いというか、思った以上に何もできんわ。なあ、こいつ。動き普通だから俺が弱いだけだ。いや、でもどうなの？こんなだったっけ？低防御でマムタルトに挑んでる感じになるのか？イメージ的には。これ倒せる？逃げる隙を与えるならって。逃げるのか、もしや。制限時間短いとか。おら、滑り台が！いやー、なんか滑り台全然ダメージ出ないな。10ダメージですよ。こんなもんだっけ？うらー、ダメだね。一桁二桁だよ、下手すると。全身硬いんですけど。危ない。とりあえず胸攻撃してみるか。胸、足をね。あ、傷ついてるね。やばい、痛い。あかん、健在や。あれ、健在やで。ギロブレス。おら。そうだよね、ぶっ飛ばしがね、効くって言ってましたからね。ぶっ飛ばしプラス、でもうすでにおっぱいを破壊してやる。
ここからぞ、ここからぞ。あ、でももう普通のマムタルと同様、ここの火力は破壊した部位はダメージが出ますね。雷が効いてるかどうか。あれ、これやばい。あれ、こんなやばかった？この技ってそういえば、この技ってこの状態でもう使ってきたっけ？使ってきたか？だっかい、赤くなった、赤くなった時のダメージ量が半端ない。赤くなった時のダメージ量半端ないですね。まず赤くすることだね、これね。ね、睡眠オータル爆弾じゃね？生きろー、生きろ、一回死んだ俺が言うのもなんだか、生きろ。そっか。とりあえず傷つけからの部位破壊になんのが、いや、これ戦いにくいな。これだってすげえダメージ出てるけど、これがむしろ普通の状態と考えたら、赤くなってない時のこいつはどれだけ硬いの。おい貴様、フェイントをかけてくるんじゃない。お行きましたね。いい調子よ。そしてマウタロトの、これは普通の落とし物か。これ何に使うんですかね。これいる？落とし物。これいる？マウタロトのこの破片。ちょっとじゃあ、あるか、あれあったっけ俺。ちょっと、とりあえず、氷武器に変えてこよう。そう、氷装備をね、組んでなかったことに今気づきましたよ。いやー、これは、むずいんでは、結構強い感じがしますよ。あの、普通にマムタロトって、強かったんですよね、一番最初出始めの時。実はね、その時の、マムタロト再来って感じ。慣れてから、ほんとそんなに、負けることもなくなりましたけど。いやー、緊張しますね。一回死んでるからね、緊張しますね。確か保険つけてきたと思うんですけど。滑り台渡って、もう本当だからラストステージ2回ってことか。ってことは、ここ落とし物も、落とし物っていうかあれもあるの？ないね。落としたのかな？向こう見ればわかるか。落下物なさそうな気がするね。聞いてるかこれ。あんま聞いてなくない？聞いてるか。場所に、部位によってダメージが倍ぐらい違う。今ぶっ飛ばしできんのかな。やってみるか。あ、誰か言ってくれてる。いて。今のはぶっ飛ばししたのかな。違うか。今ぶっ飛ばしを試そうとして吹っ飛ばされたのか。そしてで、まあ、倒れねえな。ぶっ飛ばしはダメージ要因ですかね。一応動き止まりますけど、ぶっ飛ばしは頭部破壊じゃねえかこれ。いや、やっぱ方向はでかいな。あー、もうなんかすでに最終ステージ感あるぞ、こいつの動きが。でも双剣戦いやすいかも。ただ気をつけないと、ちょっと危ない、なんか危ない。おら、
これ頭狙っていきたいところですね。頭は両サイドがひっつけないのか。飛ぶ赤行きたいね。これ水爆とかもし頭破壊するなら大事なんじゃない。これまあ素材をゲットするために結局頭破壊する気がするな。マムタルトの最終ステージをずっと戦ってるようなそんなイメージですね。でもバッテンついてるからこれから最終ステージなのか。なんか溶けなさそうじゃない。ここ溶けんのかな。バッテンついてるけど、ここでここが決戦場。あ違うな、移動しそう。来ましたね。だ傷つけとヘッドバッド、これがとりあえずメインアタックギミックになるんですかね。さあマムタルト最終決戦だ。赤いか。おでもまあ毎回やった。丸焼けにされた。さあ天使の装いなお戻らん。あ怖い。あかん。何してんだおい、何してんだって燃えている。マムタロットは燃えています。なんで吹っ飛んだの今。ドンマイあと1回か。天心の装い、頭ぶつけよう。あれ聞かねえ、怒っている、すでにお怒り状態だ。さあここからずっと怒ってるのであれば挑戦者がねかなり有効と見えますが、怒りは止むのか。いやー双剣はでも同じように戦える、これ嬉しい。おらー双剣スペシャル。まずい頑張れ。相変わらずこれまずいやつだ。ちょっと防御力非耐性、やっぱりもう普通に非耐性やん。ちょ待って、かってば。おらよっこらっしょい。つかばさす。大丈夫か。当たり判定がいまいちわからんが。おお、なんすかそれ。なんすか。やば。なにそれ。天井落ちてきた。なに今の。あれなに。普通に範囲攻撃かな。範囲攻撃なら許す。いや範囲攻撃だったらまあ大変だけど許す。あいけ、これは攻撃つけていきたい。攻撃をつけていきたい。味方を回復できないと。まどろっこし、回復したい。あいけ、自分が回復するついでに味方も回復したい。でもそんなことばっか言ってられない。あーどんまいです。いてー、俺たちは一体何回死ぬことができるんだ。あーかん、これどうなってんの。これどういう技、範囲技全然わからんぞ。あれしかしマムタロトの曲燃えるぜ。これ V 破壊を全然まあ多分できてないと思うんだけど、 V 破壊ができないとなんか困ったりするのかな。なんか V 破壊した方がいいような空気あるよね。そしてずっと怒ってますねこいつ。そうなんで私死なないかって
これあれだからね、精霊の加護5ついてるからね。精霊の加護5ついてるのにこのダメージだ。逆に、おおやばい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 、生きろ、よし、ありがとう。モーションがよ、事故起こしそうなモーション増えたね。若干動き速くなってるか。傷つけ、いいよ冒険、かっこよく立ち回れてるよ。危ない。あ、でも相変わらず足元は結構大丈夫。でも足元を攻撃してても多分ね、 V 破壊できないといろいろ困るんじゃないの。 V 破壊無視でいいのかな。でも角破壊をさしないマムタロトというのもなんか違和感あるから、なんかあと胸に飛びつけますね、授乳できますね。これ何よ、これ何、これ大丈夫か。危ねえ、ちょっとこれ攻撃欲しいな最初。あばばばばばばあばばばばばあばばばばあら、こいつまさかと思うけど、危ねえ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 、まさかと思うけど、あっ、申し訳ない、二四つした、二四つした、申し訳ない。めげない。